皆さん、こんにちは。今日は PG アンリッシュドガンダムの発売日です。ネット予約は完売なので、上新の開店前に並んでゲットしてきます。本日はお日柄も良く、並ぶには最高の天気です。日頃の行い改めろ。さあ着きました。今日は他に人気商品があるのか知りませんが、ガンダムとは別の整理券を配っていました。人もいっぱいいました。田舎にこんな人おるわけないやろ。え、ちょっと待って。どういうことか説明してください。この間来た時、予約は受け付けてないって言ったよね。そんなはないらんし、天命上神から冗談に改名しろ。MG ファッツや HG、オリジンガンダムや RG や初号機の時だって朝1に並んだら買えたのに、とうとうガンプラも店頭販売なしの時代がやってきたのか、転売やしね。PS5 も落選したし、上神嫌い。ガンプラ歴は長い方だけど、ガンプラブーム以来だわこんなの。だがしかし、これで諦めるわけにはいかない。量販店に片っ端から電話した。なんと他店でも予約分だけで終了、もしくは抽選を締め切った店もある。山田電機に限っては、たった今、最後の1個が売れましたとのこと。いや今10時5分なんですけど、このまま帰るのも辛いので、あ、ちょっと君邪魔。エントリーグレードのガンダムと鬼滅の炭治郎を買ってきた。これは息子にプレゼント。そしてやっと通常販売していたリングフィットアドベンチャーも買ってきた。普通に買えるまでに1年かかるとかほんと転売やーしね。で、お会計の時に RGG オング予約させてって言ったら無理ぽだそうです。なんでやねん。いろいろ買ったけど、やっぱりじっとしていられない。そりゃそうだ、ガンダムは嫁より付き合いが長いんじゃ。諦められっか。で、量販店は諦めてドンキやアピタ、アルプラザ、イオンなどにとつった。そもそも入荷すらしてなかった。で、イオンで MG ジムスナイパーカスタム買ってきた。これもどこにも売ってなかったから、マンモスーレピー。で、全国的にどうなのか気になったので調べたら、難民が続出じゃないかー。バンダイさん、今回は出荷量少なすぎませんか？これ全部、アンリーシュドだそうです。ほんとしねー。もうこんな時間、疲れたよパトラッシュ。最後にダメ元で個人経営の模型屋に寄ってみます。多分常連さんが買って完売でしょうけど。ありましたやった、やったよ、町の模型屋さん、ありがとう。しかも上新と同じ2割引、RGG オングもお世話になりますー。いやー、1日費やしたけど本当に良かった。夢じゃないよね。遠方まで出向いて雪も積もってたけど、無事に帰宅できて良かったです。そして、町の模型屋さんに感謝の意を込めて、追加購入してきたよ。最近ちょくちょくエロ挟んでくるな。電池と墨入れと溶角紙。このマスキングゾルは改良されてから使いやすいと評判なので買ってみた。あと、これもなかなか見かけないガイアノーツのプレミアムミラークロームです。今日の収穫は大きいです。出費もね。合計金額は計算しないことにしますー。前回の動画、絶賛大爆死中なのでよかったら見てね。仕方ない。ご視聴ありがとうございました。